矢田でございます。さあ皆さんタイトルをご覧くださいね。森田先生長文読解講座開講ということで来ました、待ってましたという感じでございます。皆さん1回目ですね、拝見させていただきましてですね、まあ第一印象はとにかく高速で進みましたね。もう今まで聞いたことないようなスピードでだんだかだんだか進んでいくと。ですから必然的に情報量も多くなりますよね。まあ、これは森田先生のまあ配慮かと思いますが、とにかく短い時間の中でできるだけ情報を与えようと、そういう表れかと思います。ですから我々視聴者はですね、まあ一旦停止しながらメモを取りながら視聴という感じになるかと思います。まあだからこそですね、復習動画が必要なのではというふうに思いました。まあ、英文法の授業でもそうなんですが、皆さん必要な情報をノートにまとめる、それができる方、得意な方はいいんですが、どこをノートに移していいのかわからないという方も実際いらっしゃいますよね。ですから今からお伝えするこの復習動画がその方たちの助けとなればですね、私は幸いです。で、過去にはメリットですね。これは森田先生に対するメリットでございます。まずは、ああですが、視聴回数アップ。例えば今からの私の動画を見ることによってですね、おお、森田先生の授業を見てみようっていうふうに思う方もいらっしゃるかと思います。じゃあ私が復習動画を作ることによってですね、森田先生は思う存分喋れるようになるんじゃないかなって感じはしております。まあ、この第一印象で感じたことなんですが、おそらく森田先生はですね、視聴者の復習、もしくはノートを取ることですね、そこをあまり想定されてないんじゃないかって感じがいたします。おそらく森田先生の頭の中の中心にあるのは、このかっこいいの情報量ですね。それをとにかくたくさん投げるんだ。でも視聴者の復習は、てんてんてん。で、そこでですね、私が復習動画を作ってると。おそらく森田先生この動画をご存知かと思いますので、矢田先生が結局復習動画作ってくれるんでしょう。だったらそれはそれで任せてですね、私は思う存分喋りますみたいな、というふうに感じ取っていただけるかもしれませんよね。で、もちろんこの動画の中で私は森田先生に関してですね、マイナスコメントは一切しませんので、森田先生としては安心してですね、見守っていただけるかと思います。そして最後、カッコウーですね。まあ、ちょっとタイトル長いので、頭文字だけ書きましたが、森田イングシチャンネル。で、それと皆さん、矢田ちとスタディのチャンネルですね。で、その両方の視聴者いらっしゃいますね。そうです。森田先生の授業は面白い。一方、矢田先生の授業も、まあまあいいんじゃないみたいな。と感じてる方いらっしゃいますよね。でもさ、こういう復習動画作ってくださいっていう視聴者さんもいらっしゃるのは存じ上げております。ですから、せっかく森田先生情報量いっぱい投げてくれますので、それをやっぱり私としては吸収していただきたいですし、それが引いては視聴者の合格につながりますからね。そういうメリットを考えるとですね、復習動画あってもいいんじゃないかなって感じがいたします。で、動画を作るにあたってですね、私のオリジナリティも少し加えさせていただきますので、ひとまずご覧いただけると嬉しいかと思います。では一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まずは基礎の確認でございます。で、皆さんタイトル書きました。皆さん、この青学の法学部も解いてしまった方。で、皆さんちゃんと言えるかどうか確認しましょうね。で、まだ解いていない方ですね。今からこのあたりの語彙の問題が聞かれますので、まずはこれぐらいはちょっと知っとかないとまずいですよねっていうレベルでございますが、言えるかどうか確認してから進みますね。すみません、カッコ1番ですね。皆さん、意味が一瞬で言えるか。この順番に行きますからね。さあ、カッコ1番、名詞、見込み。で、カッコ2番、プロミセン。品詞と意味は大丈夫ですね。形容詞で、善と有望な。で、カッコ3番は、熱意。で、カッコ4番は、それにもかかわらず。で、カッコ5番は、名詞で特徴。で、カッコ6番は、適切に。で、カッコ7番、機能。で、上戻ります。カッコ8、時折。で、カッコ9番、従業員。で、カッコ10番、罰金を課する。で、カッコ11番、首にする。で、カッコ12番、欠点。カッコ13番、取引。で、最後14番、必ず。で、皆さん、これを復習用にですね、スクリーンショットしていただいてもよろしいかと思います。で、皆さん、その後右側をご覧くださいね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸14番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただきますと幸いです。で、皆さん、スクリーンショットであれば皆さん、ノートに移す手間が省けますからね。時間の節約にもなるかと思います。では、問題の方に行きますね。さあ皆さん、まずこちらの説問の指示の一読をお願いいたします。さあ皆さん、まず第一段落でございます。まずは下線部11番、検討をお願いします。さあ皆さん、これ下線部11番の単語の意味がわからないですよね。まあ、しゃあないなと思って皆さん、こう読んでいくと。皆さん、下線部の右側のこのオレンジのところがですね、皆さん、言い換えられてますよね。となってくると皆さん、この下線部三角括弧でくりましたが、これと皆さん、dismissed。言い換え可能と判断できますよね。で、もちろん dismiss と言われたら解雇する。で、選択肢眺めていただけますと、解雇の話がありますよね。で、もちろん2番がいいですよね。人を首にする。で、皆さん、丸1番はファインということですから、罰金を課する。で、3番は褒める。で、4番は叱る。ですから、やっぱり解雇するというところで、選択肢の2番。こちらが正解ということで、よろしいかと思います。で、皆さん、続いて下線部12番、お願いします。皆さん、プロミスは先ほどの画面でお伝えした通り、皆さん、見込み。で、皆さん、それと言い換え可能な選択肢があるかということですが、丸1番は同意。で、丸2番は契約。で、3番、良さげですよね。で、4番、警告。ですから、これも単語の意味ということで、正解は3番ということで、よろしいかと思います。
さあ、続いて下線部13番の検討をお願いします。これはもう熱意ということですね。ですから、丸1番攻撃性、2番は退屈、で3番良さげで、4番は怠惰。ですから、熱意とか熱心というところで、皆さん選択肢の3番。こちらが正解ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。まずは下線部14番の検討をお願いします。皆さん、ナンザレスはそれにもかかわらずという意味で、前後は反対ですよね。で、皆さん、それで選択肢眺めていただきますと、まず、丸1番は、furthermore、さらに。で、2番、however、前後反対でございますので、良さげですね。で、3番は同様。で、4番、それゆえ。ですから、前後反対の関係でございますので、正解は2番ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて、下線部15番の検討をお願いします。これは特徴とか特質ですよね。で、皆さん、それで選択肢眺めていただきますと、まず、丸1番はアクセサリー。で、2番は欠点。で、3番、適宜。ですから、特質とか特徴ということでございますので、正解は4番ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて、下線部16番の検討をお願いします。皆さん、これは適切にということでございますので、選択肢の1番は約。選択肢の2番はすぐに。で、選択3番は個々に。となってくると4番ですよね。もちろん適切ということですから、皆さん満足している様子が伺えます。ですから正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん続いて下線部17番の検討をお願いします。さあ、皆さんこれそのまま直訳すると機能という単語でございますが、選択肢の中にそれがないんですね。まあ、じゃあどうしましょうということですが、皆さんヒントはこの attend、参加する。そうです。参加するんですか、皆さん。このあたりは参加できる行事。そういうものであるはずですよね。で、それでいくと皆さん選択肢1番工場。2番は機械。で、3番良さげですね。で、4番取引。ですから参加できるものはレセプション。歓迎会ということで、正解は3番でよろしいかと思います。さあ、続いて下線部18番の検討をお願いします。これは熟語で時折ですよね。時々。ですから、これも一発で選択肢の3番。sometimes ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、最終段落でございます。まずは下線部19番の検討をお願いします。皆さん、これ下線部19番の意味はちょっとわかんないですよね。ですが、皆さん、右側に上位ということで、皆さん、プラスの価値観を持つ表現がありますよね。で、皆さん、それで言っていただいてもよろしいでしょうし、皆さん、この段落読んでいくと、皆さん、we hope ということで、皆さん、やっぱり明るい話、プラスの価値観を持った表現でございます。で、それでいくと、選択肢の1番、空っぽ、空虚な。で、選択肢の2番、すっ飛ばして、3番、マイナー。で、4番、秘密の。と行くよりかは、選択肢の2番、huge joy、大きな喜び、プラスの価値観を持つ表現になりますよね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、下線部20番の検討をお願いします。これは従業員でございますので、選択肢の1番、メンターではないですね。2番、患者。で、3番、すっ飛ばして4番、上司。そうです。従業員なんですから、選択肢の3番。こちらが正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。先ほどの問題を振り返ってみたいと思います。皆さん合計10問ありましたが、そのうち7問ですね。これは皆さん語彙問題。まあ、つまり知識で解く問題ですよね。そしてさらに1問だけが語法問題ということで、皆さんアテンドの目的語。それは参加できる行事ですね。このイメージがあれば皆さん解けたかと思います。そして他の受験生と差がつくのは皆さんこの最後の2問でございます。で、その中で皆さん一番最初の問いの11番ですね。皆さんこの sect、これは一体何なんだという問題がありましたが、皆さんこの下線部の右側ですね。for being too friendly。で、皆さん、この下読んでいくとですね、おお、一緒の表現があるぞ。まあ、つまり、ちょっと、nearly equal と書いておきますが、皆さん、おお、言い換えられてるなぁ。であれば、皆さん、この下線部の sect、これは dismiss と言い換え可能ではなかろうか。で、選択肢眺めてみると、fire、おお、いけそうだ。つまり、dismiss が解雇する。で、選択肢の2番も解雇する。まあ、つまり、首にするということでございますので、正解はこの2番だ。というふうに試験中判断するかと思います。ですから、知らない表現が問われているときは、言い換えを探し出そう。その意識が重要なんですね。で、ほぼほぼ言い換えは見つかるようにできてますからね。ですから、この意識が皆さんを合格へと導くはずでございますので、まだ今のところ意識が足りなかった方は、今後、言い換えを探そうという姿勢で取り組んでいただけると嬉しいかと思います。で、ひょっとして今日初めて私とお会いする方ですね、
このヤダッチョスタディの長文読解の授業でもこの言い換えを意識しながら皆さん動画を配信しておりますので、ぜひ活用なさっていただけますとよろしいかと思います。ということでチャンネル登録もよろしくお願いします。